すべって、すべってもう。やめようかな、このバケに。墓の隣に住んでるくせに。こんにちは。買い出し YouTuber の七瀬戸でございます。というわけで、本日は、熊子のカジュアル霊界通信。またね、やってまいりましたけども。よろしくお願いします。はい、本日もね、ちょっと質問がございますので、はい、皆さんのね、コメント欄に寄せられたね、疑問を、熊子さんに、答えていただくということでございますけども、はい、今日の質問はですね、はい、霊感って、映るの？おという質問なんですけども、ほう、例えば霊感が強い人、まあいますけどね、はい、霊感強い人と、近くにずっといるとか、例えばなんか霊感強い人にこう手をガッてね、なんか触られた瞬間に自分も見えるようになってしまったとかね、いうのがよくある。よく聞く。階段とかでも。そういうのってなんかあるんですか？ちょっと多分七代さんも薄々感じてると思うんですけど、私、友達クソ少ないじゃないですか。いや、薄々じゃなくて知ってます。知っております。あ、バレてました、バレてました。知っております。はい。はい、エロ友達少のうございまして、まあ、このお題に関することに関しては一人サンプルがおるんですけど、はい、てかサンプルというかいるんですけども、じゃあいるってことね。あ、いますけども、ただ、まあ、サンプルとして一人しか、まあ、その人の話しかできないっていうのがちょっと心苦しいなと思って、謝っときます。友達少のうでごめんなさいと。だからあれか、近しくてそうそう、ずっと一緒にいる人がほぼいないがゆえにサンプルがない。そう、でもこいつしかいない。そのこいつ、うん、この子しかいないけど。にはその霊感が映ったの。ね、ちょっと心当たりが、うん、まあ、そのこの話をもらう前からちょいちょいちょっと自分の中でちょっと悩んでることがございまして、知り合ったのが5年ぐらい前なんですよ、そのお友達と。うんうんうん、で、まあ、会った時に、うん、まあ、その子の後ろに何人かいて、うん、あ、ちょっと取り憑かれやすい子なのかなと思って、うんうんうん、で自分が見えるって話を全くしなかったんですね。あ、なるほどね。で、はいはい、まあ、話意気投合してで、うん、結構なペース、職場も近かったから週1とか週2とかで飲んでるぐらいな感じだった。珍しいですね。そう、珍しいでしょ。珍しいですね。本当珍しいんですよ。本当珍しいの。はい、へー、で、そうそう、まあ、そんな感じで1年目ぐらいまでは、まあ、なんかその後ろにいる人がちょっとメンバーチェンジしてるなみたいな感じだな、モームスみたいな感じ。一人卒業して、一人新しくなってみたいな感じだったんだけど、うんうん、なんかだんだん2年目ぐらいかな、うん、熊子のカジュアル霊界通信がそいつにバレたんですよ。あ、じゃあほんと最近の話だね。そう。そうなんだ、うん、バレて、はいはい、ね、後ろにいるって言われたんですよ。あ、その彼女から聞かれたってこと。聞かれちゃいまして、うん、ね、あんっつって、うん、あんみたいな。まあ、うんうん、今まで言ってなかったけど、うん、いたっつって、うん、いたっていうか、いるみたいな。はい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 。で、どうしたのって聞いたら、うん、なんか、その子に、甥っ子がいて、甥、うん、っ子から、ギャン泣きされるようになったみたいな。もうすっごい先々週までは仲良、めちゃめちゃ仲良かったのに、甥、うん、っ子から指さされてギャン泣きされるようになったっつって。うわーっつって。あ、それはもう 最近ってその、ね、そうそうそう、その聞いてきた時よりちょっと前ぐらいから急にそうなったってこと らしくって、ほう、ね、何人かいるみたいな話になって、まあ、実際その時になってから、まあ、本当に私と飲みに行くようになってから、うん、後ろについてくる人が結構な人数増えてたんですよ、うんうんうん、でモームスも初期5人ぐらいだったじゃん、なんか、うん、で今何人いるか分かんないモームスのけど、うん、まあ、10人に増え8人になりみたいな感じの、はい、まあまあまあ、1期2期3期みたいな感じ、あるね、あるね、うん、はいはい、感じになってて、まあ、ちょっとこの子忙しいなって思ってたの、うんうんうん、この背景が忙しいと思ってたの、ずっとあの、ね、入れ替わり立ち替わり、そう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 、あのプロデューサーみたいなプロデューサーの後ろに入れ替わり立ち替わりがおってみたいな感じになってて、うん、もうさらにそこから数ヶ月経った時には気配を自分で感じるようになったのよ、うん、あ、その彼女が、彼女が自分で気配を感じるようになり、はいはい、一緒に会った時に、ね、今どこにいる、指差してるみたいな感じで、いや、そこら辺にいるっつったら、なんか京都で売ってるシネドススプレー、シネドススプレーっていうこれぐらいの大きさの
なんかお払いかなんかよくわかんないけど、シネトススプレー、スプレーへーが売ってて、それを通販で取り寄せたらしいんですよ。はいはいはい、でそれをもうシェーってそこら辺にあのその巻くように条例詐欺作業というのがわかんないよね、そういうやつね。はいはいはい、あのファブリーズをかける感覚でシュ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 かけてて、はいはいはい、まあ、ちょっと自分なりにちょっと幽霊対策をしてるようになりまして、うん、あその彼女が、そうだからあれか、もともとはただなんか後ろにいるのを本人も気づいてなかったんだ、うん、だけどそれが気づくようになり、そう感じるようになってきて、そういう条例グッズじゃないけど、うん、ちょっとシュッシュってするようになったんだ、うん、はあ、確かにそれはなんかあれだね、こう映ったのかな、映ってるかもね、映ったのかなって思って、まあちょっとわからないけどね、ちょっとわからないけど、えそれからまたどうなったの、そっからそっから、うん、でまあちょっとちょいちょいうちんちに泊まりに来るようになった時もあったんだけど、うんうんうん、その時になんか私がベッドで寝てて、その子がソファーで寝てて、うん、はいはいはい、トイレに行こうと思って夜中目覚めたらしいんですよ。はい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 、でそれでむくって起きたら、うん、あのソファーがここにあって壁がこうで、で、うん、この扉があってこっち寝室なんですよ、うんうん、でその寝室の方からスッて女の人がペタ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 って歩いてきたのをはっきりくっきり見ちゃったんですって。おでうわーって叫んで、うん、でその叫び声で私が起きて、はいはい、何どうしたのって言ったら女の人が歩いてたっつって、うん、で私それ見えなかったんですよ。で怖い、一緒に寝ていいみたいな感じになって、いや狭いから嫌だっつって私断ったんですけど白状じゃあもうついに見えちゃったんだ、その時。そうついに見えちゃった。はでも久保子さんは見えなかった、見えなかった、だけど、うん、朝になってでその子が用事あるからお昼で帰るねっつって言って午前中のんびりしてて、うん、でじゃあねっつって玄関のところまで見送りに行って、でその子が帰ったっていうか、まあ、出てったのを見て、うん、ドア閉めて、うんリビングに戻った時に、うん、中央で正座してる女の人がいたんですよ、うん、こうやってで髪の毛ダラーって垂れてて、でうわってちょっと思って、初めて家で見たから、うん、もう散々その物件を探して、私はいないところに住んでんのに、あの以前の動画に入ると出てくるんですけどね、だから霊がいないはずの我が家に、我が家に正座してる女の霊が、えっっつって、うわなんだろう、なんだ貴様とか思ったんですけど、でそしたらその正座したままくるって向き変えて、そのままダダダダダ正座したままっすよ、ダダダダダダダってベランダに向かって走ってって、うんうん、だから正座したままで、正座したままで、もうすごいダダダダダダダみたいな、ええめっちゃ怖い、めっちゃ怖い、ダダダダって、えじゃあひ膝ってか動いて、膝が動いてるの、こうやってダダ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 って波打ちながらこうダダダダダダってベランダの方に、ベランダの方に行って、でスッて一回消えたんですよ。でうわっと思って私がカーテンジャッて開けたら、そのベランダの向こう、まあ1階なんですけど、その向こう側に友達がちょうど歩いてて、なんかあのモンスターボールに吸い込まれるようにシューってその子の後ろについてったんですよ。こうやってスッてスッてスッてこう戻りピカチュウみたいな感じでスッて言って、それはやばい、マジかっていうのがあって、でそしたらなんかそいつ今まで正座してたのにスッて立ってそのままついてったの、えどういうこととか、どういうことってなるよね。えってことは、いやその女の例は、うん、やっぱその彼女友達の子に、うん、やっぱもともとついてたであろう、うん、多分ついてたのかな。その女の人は見えなかったんですよ、後ろにいるのも分かんなかったし、うんうん、初めてだから、その正座してるの見て初めて気づいた、あれっつっていたんだみたいな、うん、でもそれ聞いてると、うん、なんかひどくなっていってるよね、うん、言っちゃあれだけど、言っちゃあれだけど、その彼女は霊を感じるようになって見てしまって、うん、多分あれだよね、さっきのパラパラっていうのを、霊はもしかするとその一緒かな、ピカチュウとピカチュウと一緒かな、一緒かもしれないってことか、貞子みたいだったね、貞中みたいな、貞中、貞中ちょっと可愛くなった。サダチュウ。サダチュウ。元でサダチュウ。もしかしたら同じ例かもしれないとか。ああ。だから映ったのかなってちょっと思ってるんですけど、うんうん、まあでもそいつもしかしたらもともと見える体質だったかもしれないし、これ私は絶対悪くないと思いながら今日過ごしてるんですけど。なるほどね。あのもともと元々だったんじゃないみたいな。うん、まあでも何もできないもんね。どうしようもないもんね。そう。でもちょっと要するにあれだよね。これこの例ぐらいしかないってことだよね。そう。サンプルがなさすぎて。そうなさすぎて。
もうちょっと他になんかいっぱい、うん、いろんな人がいればよかったかななんて思うんですけど、うん、もうちょっと本当に友達がいなさすぎて、うん、もうちょっとその子の話しかできないっていう、うん、あでもこれ一個さちょっとこれ思い出しちゃったんだけど、うん、お母さんさ、うん、見えないって言ってたじゃん。あ、うん、でも一時さちょっと見えあそうだね、あったでしょ。あの友達じゃなくて母親がいた。そうだよね、うん、母親がもうあれだわ、よく考えたら、うん、ね、全く見れない人だったはずなのに、うん、なんかちょっとあれだよね、あのおばあちゃんのあの悪霊のおばあちゃんの悪霊のおばあちゃんの倒そうとしてた一件以来何の話か分かんないけどねこれ今日初めて見た人ちょっと何の話か分かんないと思うんですけど、あの過去の動画見ていただければですね、悪霊のおばあちゃんを倒す一件の時からちょっと見えるようになったんだよね。そうね、お母さんもね、あれも、もしかすると何かの影響なのかもね。そうなん、でもあんまり実家に帰ってないけど、でもあれかな、うん、私が使ってた部屋を使ってるんですよ、うん、母親が今。はあ、どうなんですか、それも関係してるのかな。関係してるのかな、なんかそうね、夜中に子供の笑い声が聞こえるんだけど、どこにクレーム入れたらいいのかなつって、もうなんかあの怒る前提でしょ。バトル気満々だよね。なんでもクレーム前提で。提でそれでもいないわけでしょ、そんな子供の声っていうか。子供の声で、うんうん。夜中に笑ってる子供はいませんっていう。いませんっていう。映ってるっぽいぽいけど、かなってなんか、でもそう考えるとさ、家族とか長く過ごした人とかも他にもいるわけじゃん、一応少ないと、ね、でも映らない人もいるわけだね。だって弟は見えてないからね。あ、そうか、多分一緒に育っていたけど弟は見えてないっぽい。でもさっきの友達とかお母さんとかは、お母さんは一瞬だったけど、はい、まあ、見えた、まあ、最近もねちょっと笑い声があってありましたけど、だからまあ必ずそうとは言えないけど、うん、もしかするとなんかこう影響が出る可能性はある、出てんのかなと思うくらいの感じだね。あとは今のうちの社長がなんか心霊現象を起こしたらまたちょっと喋りに来るんで、なんかあのねそのなんかもう起こしてほしい感じになってるけどあのいや別に望んでるわけじゃないですよね。望んでるわけじゃないですよね。でもたまたま見えてしまったりとかで社長さんがなんか言ってきたらそのままここで話してくれそうです。そのままスライドしてネタとしてこうネタとしてってまあ提供、新鮮なネタを提供するような感じで、うん、まあでも前にちょっと言ったけどね、ちょっと脱線するんですけど、うん、まああれでも、ね、怖がってなんかこう怖い思いして生きていくよりは、うん、笑って消化したいって言ってたもんね。そうあのよくね熊本さんがこういう話をしててそんななんか霊に失礼なんじゃないですかっていうねコメントたまに来るんだけど、失礼なの霊側だからねって、まあそうそうちょっとね、お口がちょっと上がらないね。なっちゃったね。まあ、でも、怖い思いとかね、してるから、こうね、笑いに変えてる部分もあるのでね、ぜひその社長さんのね、霊感が映るということがございましたら、ぜひそのままネタとして、やっていただけたらと思います。はい。はい。というわけですね。本日は、霊感って映るのというね、質問を、聞きまして、まあ、サンプル数少ないながらも、いくつかね、友達の話と、お母様の話とね、はい、いくつかね、いただきましたけども、はい、まあ、結論から言うと、映るんじゃないかとは思うけど、でも、必ずとも言えないし、うん、ちょっとわからないっていう感じですかね。はい。はい、というわけですね、まあ、社長さんとかね、まあ、今後また、近場にいて、まあ、僕もそうかもしれないんだからね。あ、そう、あ、でも、守護霊いなくなったのってそうなのかな、じゃあ。いや、でも。うわ、迷惑。うわ、迷惑。やめようかな、この番組。墓の隣に住んでるくせに。確かに、そこだよ、問題。まあ、ちょっとね、ありましたけども、まあ、今後もね、なんかね、まあ、僕とかね、社長さんとかね、周りの人でね、なんかちょっと霊感が映るじゃないけど、まあ、何かあったら、その時にまたその話を、はい、していけたらなと思います。はい。はい。というわけですね、今回の動画、面白いと思った方は、よかったら、いいねボタンをお願いします。そして、チャンネル登録まだの方は、よかったら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい。というわけで、またね。